こんにちは、アンダーテール今日完結します。決まったね。今この話はあれできないんだよね。エコー編集の週がエコーかけてくれるんで頼むぜ。編集の週なあ、お願いね。本当に頼むよ。意思疎通できてるからね。怪しい望遠鏡だ。あ、これ覗けんじゃない？覗けないんだ。わあ、なんか玉ねぎ擬人化みたいな。何君、星って何？されるのされるわけねえだろ。美味しいの食べれるわけねえだろ。殺せるの殺せるわけねえだろ。あなたは星のは違えよバカ。うわあ、すげえ。ここ行こうか。なんでそんなリラックスしてるの君は。店を移動してみたけど相変わらず客足は君だけだね。ああ、でも大丈夫、新しいシステムを導入してみ、あ、ネット販売みたいな。ネット販売パンチカードさ。ナイスクリームを一つお上げいただくたびにその箱からカードを1枚プレゼント。カードが3枚貯まったらナイスクリームと一つだけ交換できるってわけ。いらないかな。これ多分回復アイテムだよね。なんで私いらない。お、これもなんかちょっとあれだよね。後々古代文字を塗りつぶすように21種類のフレーバーのリストが書いてある。わー、31だと私ね、いや悩むね。あの前も動画で言ったかもしれない、あのパチパチするやつ好きだね。なんかあれ子供が食べるイメージだけど、なんか普通に味が美味しいんだよね、あれ、あのパチパチくん。え、すごい、ポケモンのジム戦みたい。ちょ、たけし探してくるわ。みんなでも水タイプだね。待って、これ左行ってくるわ。なぜなら多分左が間違ってるルートなんだよね。間違ってるルートってことは、うわ、パックマンいる。間違ってるルートってことは、びっくりした。多分そこにアイテムとか、あ、でもなんかここら辺の敵だ。うおーすげえ、上腕二頭筋フェスティバルすげえ。いて、私 YouTube 見てて上腕筋二頭筋フェスティバルって聞いたことない。多分私今 YouTube 史上初だね。上腕、んバレエシューズを見つけた。どうする、拾うか。バレエシューズを手に入れた。これあれじゃない、次トゲの床とか出てくるんじゃない。でバレエシューズ履いてるとノーダメージみたいな、多分そんな感じでいけるんじゃないかな、まあ、とりあえず右行ってみるよ。どっちが正解ルートか分かんないけど、なんかこっちで合ってそうな気がする。なんか、お、違うかな、なんか今右変なのあったなと思って。これって光るやつだ。びっくりする、ね、お、私のアイコン出てきてちゃうじゃん。ウォッシャーウォッシュー。さあとりあえず倒しちゃおうか。おー、すげえ、え、すげえ、面白いね。攻撃がなんか色つくだけで、この白黒の世界にちょっとなんかかっこいい。さあ待って、通りすがりの会話が聞こえる。そんなことないよ、大丈夫、笑わない、約束するそういうパターンだよね、絶対笑わないからみたいな。お、これあれじゃない、さっきのアイスクリームの。人間の魂を奪う我々モンスターの力、人間たちはこれを恐れた。おお、だからモンスターを遠ざけた。足、わかりました、イカ出てきます。これイカの足1本なんで残り7本出てきます。え、動いてない、私、あ、止まってる、動いてる、イカだねあ、どうもこんにちは、取りすがりと、私はオニオンさんだ、オニオンさんって呼んだよ。お、これさっきのあいつじゃない、玉ねぎ。え、ウォーターフェルは初めて、ここはいいとこだよ、オニオンさんも大好きだお、お気に入りだお、なんとかだおみたいなね、ネットで使うね。え、私普通に無視でいい、君、でも最近水がどんどん減ってきてるお、だからずっとしゃがんでないと頭が出ちゃうお、でもいいんだお、都に住むよりマシだお、人の多い水族館で生活するなんてまっぴらだお、友達はみんな水族館暮らしだけど。あ、連れてこられたんだ、人間の世界に。じゃあ無視でいい、すげえ興味が私に。どうせ水族館は満員だお、住みたくても無理だお、住みたいんだね、でも大丈夫だお、アンダインが何とかしてくれろ、みんなアンダインに対する信頼がやんばいんだよね。オニオンさんはここで出て広い海で暮らすんだお。しつこいな。あ、出口に着いたね、じゃあまたね。お、ジョニー、オニオンさん、バイバーイ。お、お、びっくりした、これもじゃホラーゲー要素若干入ってる。あ、これ好きだよ、あれ、おー、すげえ、画面外攻撃ね。でも私は思うにボス近いと思ってんだよね。なんかね、これ悪口言ったわけじゃないんだけど、アンダーテールってね、お、ピアノ、ピアノだ、弾いてみる、弾けんの私。
あれ？ファッシャープだね。回路の奥に響く不気味な調べ共に奏でよう。最初の8音だけでいい。多分これ開くんだな。これ多分右にヒントがあるんじゃないかな。右にヒントあって、あれ違うのかな。人間にはこれに対抗する手段はない。彼らは我々の魂を奪うことはできない。モンスターが死ぬとその魂は直ちに消滅する。また生きた魂から魂を奪うには途方もない力が必要となる。待って、これ右、あ、絶対ピア、これ絶対ピアノの上あるよね。と分かんないからいいか、右行ってみようか。な、これ仙人みたいな石像だ。足のあたりは濡れていないようだ。うわ、深いね。これアンダインではないよね。怖え。一本どうぞ。あ、ありがとう。コンビニのあれね。借ります。傘を借りた。あ、すげえ、なんか、かわいいね。あ。待って、これ分かった、私。これ一見涙に見えるじゃん。じゃなくて、雨に見えるじゃん。上ででっかいモンスターが泣いてるんじゃないかな。その涙みたいな。おーおー、こいつ私の友達だね。お、傘持ってんじゃん。ラッキー。出発。あ、あいあい傘ね。もうちょい早く歩いてくんないと。君濡れてるよ。いいの？まあいいか。なんか傘ってあれだよね、カバンだけ濡れてるみたいな、ないリュックス背負ってると後ろだけべしょべしょ。アンダインやっぱかっこいいよな。悪い奴らをぶっ飛ばしてくれるし、絶対負けないし。俺ももし人間だったら怖くて毎晩おねしょしちゃうね。アンダインにぶっ飛ばされるよつって、はは。すげえボスっぽいね。私喋っていい？お、どうした？前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、朝顔？王様じゃないや、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさんは学校にも来てみんなに責任とかの話をしてくれてさ。そんで思ったんだけど、アンダインが学校に来たら最高じゃん。きっと先生をみんなぶっ飛ばしてくれるで。あ、でもアンダインは先生をぶっ飛ばしたりしないか。罪もない人に暴力を振るったりしないよな。いい人な。え、今これ城に着いたってことかな。城までの道中。おーおーおお、どうした？何？え、置いてっていいの？おお、え、何だったんだろう。傘を返す、返さない。だって雨降ってるもん。どうした？いけないじゃん。え？この段差高すぎて登れそうにないの。お前アンダインに会いたいんだろ。傘を置いて俺の肩に乗っかれよ。お前ガチいいやつだな。てか私何してるのこれ。ちょ、あー、肩車ありがとう。じゃあ先行っててくれ。俺のことは気にすんなって。抜け道見つけんの得意だからさ。あいつガチいいやつだな。じゃあアンダインとこ行ってくるわ。あ、セーブポイントだ。意外とこういう文章大事なんじゃない。そして恐怖に駆られた人間たちは我々モンスターに戦いを挑んだ。彼らは何も前触れもなく攻めてくると我々を襲い、一人も見逃しはしなかった。人間がね、この世界では結構ひどいんだよね。戦いの末期はもはや戦とも呼べぬ状況だった。団結した人間たちはあまりに強く、モンスターたちはあまりに非力だった。人間の魂を一つも奪うことなく無数のモンスターたちが散りとかした。うわ、ベルトコンベアーだ。あれ、今怖え。お、これアンダイン来るね。あぶね、私が止められるのはメンテナンスだけさ。アンダイン、君は運営側じゃないだろ。プレイヤー側だぜアンダインちゃん。さあ、このチャーシューステップ、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 このチャーシューステップを止められるかな。アンダイン、君とはね、上行こう。長年の経験、なんかこういうミニゲームっぽいのしかないんだよね。1対1で戦うことがなくて。でも私思うんだけど、多分サンズがラスボスなんじゃないかなって思うんだよね。なんで下かな。アンダインはまだなんか中ボスみたいな、多分そんな感じのイメージで私生きてるんですよね。オッケー、ここ乗り切ろう。あぶね、こっちかな。いや、もうこれゴリ押しの手で持ってこうか。あれ戻ってきてる私。いや、これ右行けるな多分。下かな、これ多分下だってるわ。来ました、正解ルート。おお、ちょ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 、
びっくりした。なんかボス広…うわー早い。ただ私視界がすごい広いからね。オッケー、これ止まろう一回。勝負よアンダイン。 BGM がいいってなんかコメントにあったかもしれない。ちょっと私一回静かにするね。ミスった？あれ、私もう一枚、うん？あいついる黄色いやつ。ここで勝負か、アンダイン。お？これ地下に落ちちゃうんじゃない？そうだよね。これ黄色いの助けてくれるんじゃない？また。からこっちから聞こえたと思ったけどな。あれ、君はひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？カイジって言うんだな。あ、そう、私名前カイジにしてんだよね。いい名前だね。僕の名前は、え、トリエル？あ、これ水だわ。え、何エル？ゴミにはまだ見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。任天堂ゴミやめよう。消される。え、ちょっとまだ進んでみようか。行ってみよう。たぶんあのね、黄色い子、これ何？錆びた自転車にふっと減れた本が悲しげに音を立てた。あのね、黄色い人絶対助けてくれるよ。ボロボロのデスクトップ PC だ。中は空っぽだ。これは、あ、待って、これあれじゃない？まあいたよね。どこにでもあるバトルチュートリアル用のマネキンのようだ。ボコってみる？ボコってみない。お互いの目をしばし見つめ合った。え、こいつチャーシュー、はは、俺と一戦交える気概もないか。はは、俺らマネキンに取り付いてるボールだ。俺のいとこもかつてマネキンに取り付いて、そう、貴様がそのマネキンを破壊するまではな、我々亡霊は完璧な器を探し求めている。そして少しずつ少しずつ新しい体と一体化していき、いつの日か再び肉体を手に入れることを夢見ているのだ。生きている奴らのように笑ったり人を愛したり踊ったりできるようにな。なのに貴様はいとこの恨みを、おつき倒したやつかな。許さん、絶対に許さん。覚悟しろ人間、その肉体を笑いずれるだろう。俺がコンテに貴様の魂を引きずり出し、さし、これでもね、結構うまいね、避けるの。あれ、バカめバカめ、ブーバカめ。俺の器を攻撃したところまで痛くも痒くもないわ。俺は未だ実体をまたんだ、このデクノボーが。え、どうすればいいんだ。あ、待って、今なんかヒントあったな。ちょ、エイレン出しちゃった。ちょ待って、エイレン出しちゃ、もう一回さっきのターンに戻るわ。もう一回ヒントくれるはず。おい、お、あれ、おい、待ってね、こうして、なんで、待ってね、なんて言ってたんだ。弱い弱い弱い。あれ、何回もやればいいのかな。これは簡単だね。あ、自分の攻撃に当たるんだ。なるほどなるほど。ってことはだよ、真ん中より上にいればいいのかな。おお、ここにいればいいね。ここ激アツファンタスティックイージーチ、いいね。でもあれだ、あいつの、お、なんか右に行った。ヒットポイントが見えないな。デクノボベ、デクノボベ、デクノドボと思って俺に向かって撃つなと言ったようだな。これ人間なの？貴様ら全員クビだ。この脳なしが捨ててやる。お、消えた。俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない本物の代わりに戦ってもらうのだ。お、こっからじゃない？メインデッシュは。ただ私の攻撃は食らわないんだよね。マネキンロボ砲ミサイル。あー、これ、いやいや、ナイスナイスナイス、面白い。こいつ HP 多いな。結構無限にあるんだよね。割とやってんだけど、マネキンロボも。でもこれやれたんで1回ぐらいは、私、こう、オッケー。いや、今、待って、これは、ちょ、思っ、あ、ダメか。あ、全然もうこれでもいいんだもんね。どうせダメージ食らわないから。マネキンロボファイナルアタックだって。終わりなんじゃない？これで。
これは難しい。これは難しい。これであいつに誘導しないといけない。うますぎないよ、敵。無理すぎない、それは。いーつ。かー、やばいな。嘘だろ。こいつらさっきのやつよりもっとゴミだぞ。もういい、もういい。もう死ぬか。仲間なんていらねえよ。え？俺にはこのナイフがある。ここにいればいいんじゃない？ナイフ切れだ。でもそんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのは永久に、永遠に、いつまでもな。お、上限の三節だってね。やばい、バカバカ。あ、あたしの傘になってくれてるんだ。うわあ、三セーブだ。クソ、もういい、あばよ。俺、こいつさ、また出てくんじゃないかな。お、なんだ。ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。君の友達帰っちゃった。どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのに。でも前に君に攻撃されたことあったね。なんか気まずいね。ごめんね。ああ、さっきあの人戦ったことある気がすんな。じゃあもう家に帰るね。いい？間違えて家までついてきたりしないでね。きっと後悔するから。おう、あ、ついてきたんだ。この道を上に行ったところに住んでるんだ。だからこっちに来ない方がいい。わかった？でもあいつは多分そんな敵じゃないと思うんだよね。優しいみたいな。あ、これ左は？お、クッククッだ。向こう岸に運んでくれるらしい。やめる。あ、でも行ってみようか。何あるんだろう。渡る。え？すごい。昭和のタケコプターだね。ドラえもんが令和のタケコプターとするの。お前絶対落とすなよ。絶対落とすなよ。絶対落とすなよ。落とせ！そこは落とせでしょ。ありがとう、ニワトリくん。お、あー、なるほどね。こいつさっきのあれじゃないの？なんかクラゲじゃないの？あ、で、もう一回この子に連れてってもらえると。あ、ありがとう。さあ、みんなニワトリくんに連れてってもらった。オッケー。上は？お、お、これ、あっちじゃない？あ、なんだよ。これも仕事なんだよ。誰もいないようで嘘つけ。これわしがノックしてんのかな。怪しいね。あれショップじゃないかな、わしが思うに。これ右は北ブルーク牧場、東ホットランド、テミー村。え、どっちが正解ルートなんだ。あ、いやー、こっちは行けないわ。みんな行けませんよね。この水みたいのも行けない。右の何これ、上の看板読みたいな。こっちは、いや待って、これ一回、うわぁ、私のアイコン、ロゴいらねえね。やだよこんなアイコン、やだ。私もなんか時間とともにアイコン変えてこうかな、ちょっとずつ。ちょ、上行ってみようか。おお、お、なんか気まずいね。今仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ見ての通り従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッといなくなっちゃって、今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだけ。犬かな、ケムクジャラって。こっちは、おお、あー、この人の家だね。え、勝手に入ってきたんだ。ゆっくりしてってね。あ、いいの？あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。お、わざわざすいません。私のために。何？はい、ゴーストサンドイッチだよ。食べてみる？食べようか。ゴーストサンドイッチを食べようとした。しかしすり抜けてしまった。ダメだね。美味しいご飯を食べた後は床に寝転がるとゴミみたいに気分になれるよ。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒にやる？やる。じゃあ真似して。動かない限りずっと寝たままでいるんだ、こんな風にね。だから起き上がりたくなった時だけ動いて。おい、楽しかったね。ありがとう。みんな特になんもなかったわ。うわ、この BGM ずっと鳴ってる。お、なんか人倒れてない？これ大丈夫？
別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。まあじゃあ右行ってみようか。右なんか行き止まりの気がすんな。あ、カタツムリレースやってるんだ。ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど、面白い。カタツムリレースをさせるの。黄色いカタツムリが一等になったら君の勝ち。やろう。黄色だったら私の勝ちね。スタートしたら A を何度も押してカタツムリ応援してね。オッケー。準備はいい？オッケー。 A で応援ね。頑張れ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 。お前これ A 押したら止まるじゃねえか。頑張れ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 。何これ。あ、カタツムリを応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できないプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだよ。あー、なるほど。まあまあまあ、じゃあ今度応援しないわ。オッケー、今度は応援しない。どうよ。あ、あ、頑張ってる。え、めっちゃ、いやでも遅いな、昨日、カタちゃん。一回応援してみる？もう一回。もう一回。もう一回。あんまり応援すると緊張しちゃうもんね。もう一回。いや、これ勝てんのかな？え、上がってる？速度。ワンチャン、いや、ないな、ワンチャン。赤勝つね、これは。これは多分10回押したらダメ。9回押す。1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9。オッケー、これいいんじゃない？